上手。ねえねえ、用意できてないよ、ごめんなさい。やば、久しぶりの配信だと声が全然出ない。なんか一人で一方的に、一方的にじゃないけど、なんていうの、話すのは一方的にで、結構自分の殻を破る必要があって、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、なんか鳴ってる。ちょっと待って、まだ鳴るかな。ああ、まだ鳴るかもしんない。消えたかな。そう、ちょっとなかなかね、大きい声が出ないんですけど、多分慣れればまたいつも通り出ると思うけど、ごめんなさい。こんばんは。笑顔のアナサイトよ、ありがとうございます。愛してる、本当ですか。ね、でもさ、配信久しぶりすぎてごめんなさい、本当にね、できなくすぎて。でもそう、なんだっけ、9月が本当にできてなくて、誕生日の時だけやったんだ、やどうにか無理やりやったんだけど、シンプルに9月の前半はちょっとバタバタしてたっていうのもあるけど、後半はちょっとなんかいろいろあって、ちょっと一旦落ち着く時間を持ちたいなと思ってちょっと休みしました。でもまたたくさん配信できるように頑張るので、ぜひ遊びに来てください。みっちゃん大好き、嬉しい。そう、涼しくて過ごしやすくなりました。でもね、全然ね、エアコン入れてる。でも入れなくても気温変わんない気もするけど、何食べた？ちょうど配信する前に、あ、お腹鳴るなと思って、あの白米を吸う口に入れました。でもそう、配信だけじゃなくてメールとかチャットも1週間とか9月入ってから減っちゃってて申し訳なかったんですけど、でも久しぶりに友達にも会えてたくさんパワーをもらったのでまた頑張ります。ない人は愛されキャラなんだって。何の話？何の話？それは。手相だよね。運命線っていうか、ここの話かな。なんかこの前ここのお話、なんかここに出る話は聞いたんだけど、でもなんか結婚線だった気がする。運命線ってどれだろう。わかんない、これ運命線だったっけ、わかんないけど、あの、私は結婚できないって言われました。まあでも結婚願望ないんでいいんですけど、だから一生なんか一人でゆっくり自分のペースで暮らしていきたいから、一生一人かもしれない私は。こんばんは。そう、農業してきたんですよ先日。あの、オータムポエムの種まきをしてきました。
そう、私さ、3期生全員で、農業に行った時、もう、その時はちょうどね、配信のイベントで皆さんにたくさん応援していただけたので、長十代さんのイベントに出させていただいたので、それで、その時行けなくて、その他でも、なかなか行ける機会がなかったので、初めて行けて、楽しかったです。でもね、なんかね、結構種まきなので、もちろん地面だからしゃがんで立っての繰り返しで、結構筋肉痛なりかけなんですけど、楽しかったし、ポーポーとかイチジクとかブルーベリーとかもいただいちゃって、食べさせていただいて美味しかった。ポーポーは初めて食べました。人生初体験。でもイチジクはね、なんかね、めっちゃ実がぎっしり詰まってて美味しかった。ブルーベリーはたくさんもらってきちゃったし。やっと会えた。そうですよね、ごめんなさい、久しぶりすぎて。そんな実感も必要さね。必要さね。どっかの方言かな。ちょっと気になっちゃった。 でもなんとかさね、なんとかさみたいな、さが入る方言ありますよね。久しぶりなのに可愛い。でもだいぶ省略メイク、15分ぐらいか、15もかかってないな。めっちゃ雑。下地も塗らない、パウダーも塗らない、眉毛ももちろん上げない。眉毛じゃない まつ毛ももちろん上げないし、ファンでバーって塗って、アイシャドウ、アイライン、あ、そう、ピンクのアイライン、メールで書いたんだけど、をね、ちょっとね、なんだろう、なんか普通に必要最低限のもの、必要最低限っていうか、なくちゃいけないものを買いに行こうと思って、アイラインとかメイク落としシートとか、絶対必要なものをね、買いに行ったんですけど、ドラッグストアに。なんか、目についちゃって、その時の気持ち的にも、あ、なんかちょっと挑戦してみたいなって思って、ピンクのアイラインを買って、よく見るとわかるんだけど、配信だとわかんないかな。ここの、なんていうの、際にね、引いてあるんですよ、ピンクのアイラインが。あとなんか全体的に、オレンジなんだけど、ちょっとピンクっぽいかも、上の。24日オフライン行く。お、そう、24日さ、セーターン T シャツをそろぜひしたいなと思って、セーターン T シャツにしたんだけど、ちゃんと間に合わないかもしれない、ごめんなさい。なんか今日かな、発送されたみたいだよって言ってる方がいたから、間に合う方は間に合うかなって思ってるけど、どうだろう。どこから発送されるんだろう。東京かな。関東の方とかは行けそうだけど、結構新潟、東京とかから、関東から荷物を送ると時間かかりますよね。なんか4日ぐらいでびっくりした。 神奈川から新潟もなんか間に土日があったからか、5日ぐらい、5日6日とかかかった荷物があってびっくりしたこともあるし、多分だから10月7日に燕三条があるんですけど、そこの8部を生誕 T シャツにするかもしれないです。でも私は一足お先にこの間、いただきました。生誕グッズ。なんかね、時間かけて考えたから、実際物になったものを見ると、なんか、おおっていう感動があった。涼しい、こうやって寒い。でもそうですよね。東北の方はもう、そっか。でも、ちなみに関東はめっちゃ暑かった。
関東っていうか私の地元だから、いや関東っていうか、まあ東京だね。東京めちゃめちゃ暑かった。ごめんなさい、なんか久しぶりだから話したいことがたくさんあって、なんか全然コメント読んでない。明日届きそう。お、痩せた。そんなことはないと思うけど、今日はあんまり食べてないけど全然食べてる。なんかそう、農業に行った時にそこの方が、ここら辺運命線か結婚線か分かんないけど、がなんか全然全くなくて、私将来も結婚しないだろうねみたいな言われましたまだまだっていうか、全然もちろん活動してる間もしないし、その後もっていうお話です。24日行きます。お、予約してる。サイン入りも生写真はね、まだね、結構今月の中旬ぐらい。まあでもそのメンバーによって締め切りが違ったから、その届く子は届くとかもあるかもしれないけど、でも大体中旬ぐらいだったので、まだ難しいんじゃないかな。すいません、いきなり結婚とか言い出してたから。別にそう、活動を終えた後のなんていうの、私の人生としてという話。そう、農業したいって言ってたので楽しかったです。そう、今日ね、なつきちゃんがツイッターの担当、旧ツイッターの X の担当日だったから、なんか写真をあげてくれたみたいなので、もしよかったら見てみてください。オータムポエムの青いちっちゃい、めっちゃちっちゃい種も、写真も上がってた。腰というか、しゃがんだりとかだから、私は足ですね、足。足が筋肉痛なりかけ。ポーポーは黄色だったかな。また行きたいです、農業。ギリ届きそうな方と届かなそうな方がいるかな。届くといいんだけどさ。棚井だけに会いたくて10月のオンライン追加した。お、嬉しい。私だけに行ったところが。特に新潟も明日着く。お、早い、意外と。意外と早い。先輩は結構書き終えてる？か、みんな書き終え、あ、先輩方はそっか、わかんないけど、多分だけど3期生は全然もっと前に書き終えてはいると思います。私は全然13に書き終えました。いや
ば、待って59分だって。大丈夫にします。ごめんなさい、本当にごめんなさい。1、9月公式ごめんなさい、マジで受付中、スイートファッションでさん、ケンジさん、ありがとうございます。2位、赤シャチさん、ありがとうございます。3位、サンソンさん。4位、ロングさん。5位、コミュニストさん。6位、ウルグスさん。7位、量産型パンダのテオさん。8位、JJ カッコ鎌倉夫婦さん。9位、富安さん。10位、眉毛さん。11位、しむじじさん。12位、ワンワンさん。13位、グッチさん。ありがとうございます。すいません、ちょっと時間なくてギリギリだけど間に合った。ギリギリ、間に合った。ごめんなさい、ギリギリで。ありがとうございました。おやすみ。また明日。